付属カラス山病院は東京都世田谷区にある医療機関。昭和大学が設置している八つの付属病院の一つであり、主に精神科医療を扱う専門病院である。1926年に浅草に皮膚泌尿器科の開業医を営んでいた森崎判事により、北多摩郡千歳村あざ西野屋1792-1796番地の地に開設される。 病床数は92床、土地面積は3 4 0二坪であった。その後、1951年に昭和医科大学へ土地3900坪、借地三3 4 0二坪等が寄贈され、同行の付属病院となる。借地の所有権は、その後大学が買収している。森崎は引き続き初代の院長、ついで学校法人昭和医科大学の理事、理事長となり、 在職時に死去するまで病院及び大学経営に携わることになった。後に病院で働く看護師養成のために昭和大学から須山病院付属高等看護学校を設置。不採算医療の精神科医療を扱うために大学は独立採算制を要請したというアルコール専門外来専門病棟があることでも知られていたが廃止され、 現在は発達障害、特に成人期の発達障害を扱う数少ない病院の一つである。ありがとうございます。